はい、皆さんこんにちは。ゆうかチャンネルのゆかです。今日はなんとじゃじゃん、ウィッシュトレンド TV ジャパンの YouTube チャンネルで撮影させていただいたことあるんですけども、そのウィッシュトレンドさんの福袋が今日届きました。福袋の中にね、何が入ってるかっていうのを今日お見せしようと思います。で、なんかね、肌タイプでこう福袋も分かれていて、私は最近、多分私のビデオを見てる方は気づいてると思うんですけども、私結構最近トラブルができていて、なのでトラブルケアの福袋を選択いたしました。最初にじゃじゃん、こういう風にボックスを開けると、かわいいね、ウィッシュトレンドってすごいロゴがなってる箱に入ってまして、最初にミッドナイトブルーカーミングシートマスク、これ私すごい大好きなんですけど、なくなっちゃっててちょうどよかった。このミッドナイトブルーカーミングクリームだったかな、を私は使ったことあるんですけども、それね、本当に夏私トラブルまたできた時にすごく鎮静効果があって大好きなクリームでした。なので、そのね、同じクリームの成分が入ったシートマスクになってます。これが3つ入ってたのと、あとは中身はじゃじゃん、こんな感じなんですけども、一つ一つ見ていこうと思います。まず最初はこちらのポリフェノールインプロポリス 15% のアンプルになります。お肌にこうちゃんと栄養を与えてくれるアンプルになってると思います。あ、でね、荒れてる肌への鎮静効果もあるそうです。まあ、よくね、あのプロポリスってすごい有名な成分だから良さそうなアンプルです。で、中身はというと、え、かわいい、なんかこういうシンプルなボトルが私最近大好きで、こういう感じになっていて、こうスポイトでチュッてしてパラーっと垂らしてなじませるようなタイプのアンプルになってます。テキスチャーはすごく保湿力の高いしっとりとした感じの質感になってます。で、こうとろーっとしてるので手で伸ばして使っていくといいと思います。これはコットンよりも手のひらの温度で肌になじませていくとよりいいと思います。次はじゃじゃん、こちら、これはピュアビタミン C21.5% アドバンストセラムって書いてあります。あー、これ私使ってみたかったやつだ。そう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 、すごい気になってて、このビタミン C セラムはウィッシュトレンドさんの中でもすごく有名なセラムになるんですけど、やっぱりビタミン C ってすごくあのお肌に大切な成分ですし、ニキビ跡とかこうくすみとかっていうのもパッと明るくしてくれる、すごく私が大好きな成分でもあるので、これも使ってみようと思います。はい、それではこちらのセラムの使用感はすごくこう軽い質感になっていて、他のスキンケアのアイテムとこう重ね使いするのが負担じゃないような質感になっているので、とても使いやすいなと思いました。次はじゃじゃん、こちらです。これはテカ 1% ベリアクリームっていうものなんですけど、バリアクリームですねテカってなんだろう、栄養クリームにはなるんですけども、これもやっぱり鎮静効果だったりとか、そのお肌をこう守ってくれる、お肌の膜っていうのかな、をこうたくましくしてくれる、やっぱり荒れにくくなるっていうことですよね。なので鎮静しながらお肌も守ってくれるっていうようなクリームになります。多分ね、これすごい薄く使って大丈夫なクリームになると思います。中身はもうなんかすごい最近トラブルで悩んでたから、なんかこういう救世主たちが現れたと思うとすごい嬉しいです。こういうコンパクトなクリームになってます。で、最後はじゃじゃん、こちらです。これもすごく有名なフェイシャルトーナーになるんですけども、ディアクレアスのフェイシャルトーナーになります。オリゴっていう成分だったりとか、 pH レベルを合わせてくれたりとか、あとすごい保湿力が高かったりとか、なのでまだまだ乾燥しがちなこの季節にすごいいい商品になります。ただこれ多分ちょっとオイル、そうね、ラベンダーオイルだったりとか、香りがね、すごい癒し系な香りなんですけど、オイル入ってるので、私は多分この部位は除いてこのトナーは使っていこうと思います。でね、あのクレアスにオイル成分がないトナーもあるので、もしなんかこうオイル成分入ってるのちょっとあれだなと思う方はそっちチェックしてみてもいいと思います。はい、ではこんな感じで、あとはね、じゃじゃん、おまけもついてた、いいね、こういうのでちょっと新しい、なんだろう、商品を開拓しようと思います。で、
私結構撮影で移動したりとか、あと旅行行ったりとかたくさんするので、その時にこういうミニサイズは本当にありがたくて、なのでこれおまけ つけてくれるのも嬉しいです。こんな感じで、でもおまけなのかな、わからないけど、これとあとこの4つの商品が入ってる福袋になりました。じゃん、こんな感じです。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また何かいい商品あったらご紹介しようと思います。ではインスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。